ちっちゃ。え、こっからサイズ変えられへんのは。ああ、スマホね、スマホ版もあるよね、これ。まず音がでかい。お、これもしかして古巣しかできへんやつちゃうの？これ感染病棟っていう。日本のって書いてある。日本語じゃねえ。日本のって書いてある。え？お、サバ治った？いや、嘘だよ。3時間も4時間もダメだったのに。これ見えんの？配信映ってるこれ。フルスクで多分フルスクだと映んないと思うんだけどなんか解像度妙に汚ねえぞ。なんだこれ。おお、超綺麗になった。あ、あったあった、ウィンドウモード。シングルプレイヤー、メインゲーム、これでいいのか。世界を感染させることができるか。以下の病原体が発見され、アンロックされました。サルインフルエンザインシングルプレイヤー。バカにしとるやろ。バクテリア。かっこいい。マジで何これ。遺伝子挿入とかあんだけど、何も解放されてないわ。まあとりあえずちょっとね何これ。イージーモードやばいんだけど誰も手を洗いません。研究医は仕事をしません。病気の人々も抱擁をします。いや、ノーマルだな。 67.3% の人々が手を洗う。研究医たちが週3日働く。病気の人々は無視される。超ハード。まあ、とりあえずちょっとノーマルで。病原菌に名前。あ、なんかスクショ取っちゃった。え、もし打てへんやん。シャカ菌。新しいバクテリア。ちょっと待って。うるせえ。開始1、あなたの伝染病を最初に広める国家を選択。なるほどね。日本ちっちゃい。あ、すごいすごいすごい。ここしかどの辺がいいんだ。空港と港があるところにしよう。こことかいいんじゃないか。周り囲まれてるし、国に。ドイツ、フランス、スペイン、ノルウェー、イギリス。あ、イギリス。あ、でも国とくっついてねえからな。エジプト、人口多い。あ、エジプトいいな。エジプトにしよう。ちょっと待って、若干下で切れてる。あ、やべえ。やべえ、なんかクリックしちゃった。なんだなんだなんだな。シャカ菌がエジプトで発生した。ちょっと待ってちょっと待って。うるせえ。まずうるせえ。そしてウィンドウモードでやるにしてももうちょっと解像度を下げたい。こんぐらい。 OK。 これでランダムに現れるオレンジ色の DNA バルブを破裂させ、これか。感染者1、感染者2。あ、早送りできんのか。早送りしたろ。飛行機が新しい殺菌フィルターを導入。各国間の病原菌を防ぐため飛行機に導入された。高度な空気感染力を持つ病気の免疫で見られる。はお。どうやって進化させるの。あ、これか。寒い気温と気候への耐性を得る。DNA ポイントめっちゃ使うやんけ。とりあえずバクテリア抵抗力上げとこう。釈迦菌はまだ気づかれてない。いいぞ。感染者数8。ちょっと待って、音でけえマジで。10% ぐらいでいいんじゃないか。これなんだ、釈迦菌が広がり始めた。釈迦菌はエジプトで人から人へと感染することで成長を急激に加速させるだろう。伝染病を進化させ間接的にコントロールしろ。どういうことなんかいまいちゲーム性が分かってないぞ俺。すげえ飛行機飛んでるし。エジプトいいねこれ。あ、めっちゃ感染者増えてる。やばい。国について詳細な情報を調べるには国のメニューを開き、画面下の下部にあるこれか。なるほど。進化させるか。薬物耐性だな。シャカキンがエジプトで数百人に感染。非感染者へのヒカキンって言うんだ。感染の確率が上昇。病気を進化させ続けろ。おー、これなんだこの俺さっきから潰してんのなんだこれ。エジプトは愛のフェスティバルを祝っている。賛同者は国際キスの日と差し替えを称賛しているが、批判家は衛生基準に疑問を投げかけた。やばい、なんか怪しいニュースがあるぞ。そろそろ進化させられる。暑い気温で耐えれるようにして。エジプトだし、エジプトって確か暑いよね。エジプトってどんくらい暑いんだ。気温どこに書いてあるのこれ。気温書いてねー。エジプト。シャカキンはエジプトで数千人の人々に感染した。遠くさらに早く広がっている。シャカキンって名前絶対強いだろ。ちょっと待って、これコメント見れるようにしよう。まだ死んでない。あ、確かに死亡者数ゼロだ。サウジアラビアが感染した。お、来たぞ。あなたの作った病気は伝染病となるための大きな一歩を踏み出した。新たな国を感染させたらレッドオブルを破裂させてボーナス DNA を手に入れろ。サウジアラビアってどこ。これ国わかんねえぞと大変だぞ。本日乱数発生期の技術的エラーにより壊滅的な損失を記録したと投資銀行が報告。なるほど。全然誰も死なねえ。なんで。あ、症状とかもあるのね。あ、症状あんだ。なるほど、症状だ。吐き気とかバレやすそうだからな。不眠症ぐらいにしとこうか。不眠により人々はイライラしやすくなり生産性が低下する。あ、伝染とかもあるんだ。昆虫だろ一番いいの。ちょっと次昆虫にしよう。シャカキンスマホ版上だ。 DNA ポイントみたいなのがもらえる。そう、なんかねちょいちょいもらってる。お、いいぞ。死なないのは大事。お、シャカキンは DNA ポイントを使わずに突然変異し、なんか G 読めなかったけどなんかすげえぞ。なんか強そうなの。寒さ耐性はまだええやろ。バクテリア症状。お、すげえ、なんかめっちゃついてる。過敏性。パラノイア。不合理の妄想と精神状態。他者への、あー、なんかこれすぐバレそうだな。貧血ぐらいにしとこう。貧血。あ、すげえ。隣の、あ、サウジアラビア隣だ。新たな国を感染させると赤い感染バブル。これだ。シャカ菌はより多くの国に伝染している。伝染体質を病気メニューから進化させ、どこに広めるかコントロール。死なないのは大事。死ぬと気づかれる。感染しまくるまで症状を上げない方がいい。ああ、なるほどね。死なないけどきついやつがいい。あ、暑い国で始めると寒さに弱く生まれた気がする。ああ、なるほどね。シャカ菌は世界で結果とても感染力の高い病気。楽しくなってきたぞ、なんか。すげえ、超増えてる。劇的に増えてってる。おお、すごい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 。エジプトの医師が通常の診察中にシャカ菌と名付けられた新しい病気を発見した。やべえ、バレちゃった。ほとんど無害のようだが、さらなる調査が必要だ。他国もこの病気を報告している。やべえ、バレちゃったよ。マジかよ。いや、これ有料ですね。買いました、さっき。やべえ、バレちゃった。どうしよう。電線とりあえずちょっと蚊から移るようにして。空気感染やばそうだな。すげえ広がりそうだけど。咳、あ、咳とかいいんじゃねえか、これ。発疹、血友病、感染能力みたいなのを上げて上がる。広げたところで殺す。じゃあとりあえず咳させとこうか。シャカ菌は世界に広がり始めた。右下のワールドメニューを使い、非感染国を探し出せ。うわ、めっちゃ非感染多いやん。あ、やばいやばいやばい。